クニック今日はお日様がキラキラ。ペッパたちはピクニックに出かけるようです。ダディピックがバスケットを持ってきました。ブランケットにパンとチーズ、トマトにレモネード、他に何か忘れてないかな。マミーのストロベリーケーキわざと言わなかったんだ。マミーの手作りストロベリーケーキも入ってるよ。準備はいいかな。オッケー、じゃあ出発。よし、ここならピクニックにぴったりだ。わーい。あー、外は気持ちがいいな。運動のために少し走らないか。ランチを食べたらお昼寝したいの。走りに行くのはやめておくわ。ダディは走ってきた方がいいよ。お腹が大きいんだもん。そんなに大きくないよ。でも後で運動するよ。ダディ一人でもね。食べましょう。それがいいね、マミーピッグ。お腹がペコペコだ。うまいな。はあ、なんだか眠くなっちゃったよ。ダディピッグ、走りに行くんじゃなかったの？あとでね。見て、おうちにアヒルさんがいる。マミー、アヒルさんに餌をあげていい？ええ、残ったパンをあげるといいわ。ペッパとジョージはアヒルにパンをあげるのが大好き。マミー、アヒルさんがもっと欲しいって。パンはもう残ってないの。もうたくさんあげたでしょ。ごめんね、アヒルさん。もうパンはおしまい。アヒルはまだ食べたいようです。ダディピッグは運動しそうにないわね。なんだ？おねだりに来たの？もうパンはないわ。ペッパが言ったでしょ。マミ、でもストロベリーケーキがあるよ。それじゃあ、もしケーキが余ったらアヒルさんにあげましょう。みんなマミーピッグのストロベリーケーキが大好きです。あ、ハチよ。ハチって大嫌い。シッシッ。大げさだな、マミーピッグは。ちっちゃいハチじゃないか。ハチって、じっとして、マミーピッグ。そうすれば飛んでいく。ほら、言った通りだろ。じっとしてればいいんだよ。なんだ、あっち行け。来るな。ああ、助けて。ああ、来るなって。ついてくるなよ。ダディ、ハチに刺されないといいけど。あっち行けって、しつこいハチめ。大丈夫、あれだけ早く走ればハチは追いつけないわよ。ハチが戻ってくる前にケーキ食べちゃおうよ。どうしよう、アヒルさんの分がなくなっちゃった。もうついてこないだろ。あら、まあ、あなたさっき後で走るって言ってたけど、本当に走るとは思わなかったわ。よかったよ、これでようやくストロベリーケーキを食べられる。待って、ダディ、残りをアヒルさんにあげる約束なの。ああ、よかったね、アヒルさん。ダディにありがとうって言ってね。どういたしまして。そろそろ帰るわよ。アヒルさんにバイバイは。バイバイ、アヒルさん。じゃあまた来るね。マミーピッグとダディーピッグはお片付けをしています。屋根裏部屋でこの古い箱を見つけたんだ。中に何が入ってたと思う？うーん、わかんない。いろいろな楽器が入ってたのよ。わあ。
ちょっと古いんだけどね。あっちゅう。マミーが子供の頃に弾いてたバイオリンだわ。マミー、バイオリン弾いてみて。ずっと弾いてなかったからどうかしら。お願いマミー、弾いて弾いて。忘れてないといいけど。ブラボー！すごい！マミ、私にも弾かせて。こうやって持つのよ。はい、マミ。おやおや、あまり綺麗な音ではありませんね。ジョージも弾きたいようです。こうやって持つんだよ、ジョージ。これではバイオリンがかわいそうです。バイオリン弾くのって難しいね。ペッパー、太鼓だったらうまくできるんじゃない？ありがとう、ダディ。これはいい感じです。ペッパーは太鼓が気に入りました。あら、うまいじゃない。ああ、リズムよく叩けてる。これはダディピックのアコーディオンね。マミーピックと初めて会った時、これを弾いてたよね。ダディピック、よく覚えてるわ。ジョージもアコーディオンを弾きたいようです。本当に弾きたいの？アコーディオンは難しいんだぞ。ジョージ、アクローディオンって私の太鼓と同じくらい難しいんだよ。わかったよ、ジョージ。ジョージにはまだアコーディオンは無理のようです。ダディ、他にはどんな楽器が入ってるの？あとはホルンだ。やってみたい。力いっぱい吹いてごらん。綺麗な音が出ません。こんなの絶対無理だよ。昔はマミーも吹けたんだけど。やっぱり綺麗な音が出ません。ホルンはダディみたいに強くないと吹けないんだよ。ちっとも綺麗な音が出ません。ペッパの言う通りだ。このホルンを吹くのは無理だ。いいのよ、ダディピッグ、アコーディオンを弾いて。アコーディオンは上手だもの。自分で言うのもなんだけど、アコーディオンなら自信あるよ。マミーはバイオリンを弾くわね。じゃあ私は太鼓。マミーピックはバイオリン、ダディピックはアコーディオン、そしてペッパは太鼓。ジョージは何を弾くのでしょうか。ジョージがホルンを吹いています。ホルンはマミーも吹けなかったし、ザディも吹けなかったし、私も全然吹けなかったのに。ジョージはホルンが上手ね。ペッパとジョージがグランパのお手伝いに来ました。とっても綺麗な蝶々です。グランパ、どうして蝶々はお花が好きなの？蝶々はね、お花の蜜を吸うんだよ。どうやって？蝶々には長い舌があるんだ。私のより長いの？そうだよ。蝶々の舌はペッパのよりずっと長いんだ。それを使ってお花の蜜を吸うんだよ。わあ。おお、
ペッパ、蝶々はお前をお花と間違えたようだな。私はお花じゃないよ。私はペッパピック。蝶々って本当に可愛い。私蝶々になりたいな。ペッパは蝶々になりきっています。私は蝶々よ。ジョージも真似をします。ジョージ、蝶々は私なの。ジョージは違う生き物になったよ。わかった。ジョージはくねくねのミミズさんね。見て見て、私は蝶々なの。おやおや、ジョージはミミズにはなりたくないようです。蝶々になりたいのです。ジョージ、グランパはな、小さい頃ミミズになって遊ぶのが大好きだったんだよ。ミミズになるのは簡単だ。じゃあやってみせよう。まずこうやって地面の上に寝転がるだろう。あとはくねくね進むんだ。あははは、ほら、くねくねのミミズだぞ。ジョージとグランパはミミズになって大はしゃぎです。私はチョウチョ、可愛いチョウチョだもん。見て見て、私チョウチョなの。ああ、ペッパ、とても綺麗なチョウチョだな。グランパ、ジョージ、何やってるの？ジョージとわしはくねくねのミミズなんだ。私もくねくねのミミズになる。私はミミズ。グランパはミミズ。私はミミズ。くねくねミミズ。よろしくね。大好き。くねくねのミミズ。いや、楽しかったな。よし、次はどんな生き物になろうか。わかんない。見て、グランパ、ちっちゃいカエルさんだよ。それじゃあ今度はカエルさんになってみるかい。でもカエルはチョウチョやクネクネのミミズみたいに可愛くないね。カエルならお前の好きな遊びができるぞ。カエルもお人形さんで遊ぶの？いやいや、ペッパ、お前の好きな遊びは何だい？水たまりで飛び跳ねるの。そう、カエルも水たまりで飛び跳ねるのが好きなんだ。よし、ジョージ、カエルさんになろう。私はカエル。私はカエル。遊ぶのにぴったりな大きな水たまりです。ペッパとジョージは泥んこの水たまりで飛び跳ねるのが大好き。みんなも水たまりで遊ぶのが大好きです。チョウチョもミミズも楽しかったけど、やっぱりカエルさんが一番いいね。ペッパとジョージはマミーたちの部屋で遊んでいます。これなんだろ。箱には古い服が入っています。うわ、こっちはディの帽子だ。こっちはマミーのワンピース。ジョージ、これを着てマミーとダディに変装しようよ。はい、ダディの帽子、それとダディのコート。こんにちは、ダディピック。今度は私の番。これはマミーのワンピース。それとマミーの帽子。ダディピック、靴はどうしちゃったの？私も靴を履かなくちゃ。それからお化粧もしないとね、マミーみたいに。
マミーのメイクボックスを見つけました。あったパウダーをパタパタ。素敵、口紅も塗りましょう。とっても綺麗よ、マミーピックさあ、サタデーピック、お仕事に行く時間よマミーはコンピューターでお仕事中ですあらまあ、ペッパにジョージ。え、今なんて言った？ペッパ、挨拶しただけよ。私ペッパじゃないもん、私はマミーピック。そうね、そうだった。どうもマミーピック。こんにちは、こっちはダディピックよ、ジョージ。あら、こんにちはダディピック。ちょっと失礼、私仕事があるの。もしもし。そうよ、あれとこれお願いね。違うわ、ありがとう、さよなら。ペッパはマミーピッグになって楽しそうです。でもジョージはちょっと退屈そう。待ってね、ダディピック、すぐ終わるから。はい、おしまい。さあ、ダディピック、あなたのお仕事に行きましょう。じゃあね、マミーピックにダディピック。さよなら。ダディピックは庭で穴を掘っています。やあ、ペッパ。やあ、ジョージ。ペッパじゃないよ、私はマミーピック。こっちはダディピック。ダディピックは仕事をしに来たの。それは助かるよ、ダディピック。でも気をつけて、深い穴だからね。でも一番いい服を着て穴を掘るのはやめた方がいいんじゃない？私も大きな音を出してみたいな。さあ、アイスクリームよ。アイスクリーム？ペッパ、ジョージ、食べる前にその泥だらけの服を脱ぎなさい。私はマミーピックで、こっちはダディピックなの。本当に？そうだよ。じゃあ、ペッパとジョージはどこなの？知らない。残念ね、二人の大好きなアイスクリームを持ってきたのに。いないならこれは。ここにいるよ。ペッパ、ジョージ、あなたたちだったの？そうよ、マミー。私たち、マミーとダディに変装してたの。すっかり騙されちゃったよ。新しい靴。ペッパとジョージは庭で遊んでいました。ペッパ、靴はどうしたんだい？あれ、なくなっちゃった。大丈夫、きっと見つかるわよ。お庭にあるんじゃない？探してみましょう。はい、みんなでペッパの靴を探します。マミーピッグは花壇の中を探しますが、ペッパの靴はありません。ないわ。ダディピックは手押し車の中を探しますが、ペッパの靴はありません。ないな。ペッパとジョージは植木鉢の中を探しますが、やっぱり靴はありません。ない。庭中を探したけど、ペッパの靴はどこにもないようだね。ペッパの靴が消えてしまいました。どうしよう、靴がなくなっちゃった。困ったわね。でもあの靴は古くなっていたから、新しいのを買いましょう。お買い靴にしてもいい？マミー。もちろんいいわよ。ジョージ、新しい靴を買ってくれるって。マミーピッグとペッパはミスラビットのお店に来ました。どうもミスラビット。あら、いらっしゃい。今日はペッパの新しい靴を買いに来たの。赤い靴。素敵な靴を選んであげるわね、ペッパ。赤いのがいい。お願い。そうよね、赤い靴。うわぁ、赤い靴。
ジョージとダディピックがゲームをしています。おお、やるな、ジョージ。ダディダディ見て、新しい靴、赤いの。本当だ、赤い靴だね。マミ、この靴気に入った？ペッパ、とってもよく似合ってるわよ。ジョージ、この靴気に入った？みんな新しい靴が気に入りました。私この靴大好き。もう何があっても脱がないんだ。お風呂の時間です。ペッパはお風呂の中でも新しい靴を履いています。パジャマに着替えてもまだ新しい靴を履いています。ペッパはベッドの中でも靴を脱ごうとしません。ペッパ、本当に靴を履いたまま寝るつもり？私この靴絶対に脱ぎたくないの。わかったわ、二人ともおやすみなさい。おやすみ、マミン。おやすみ、ダディ。ああ、おやすみ、ペッパにジョージ。一晩中雨が降ったので庭はびっしょり濡れています。長靴を履いたマミーピックとダディピックが出てきました。ジョージも長靴を履いています。ペッパはまだ新しい靴を履いています。ジョージは濡れた草むらに飛び込みます。おやおや、ペッパも濡れた草むらで遊びたいけれど靴を汚したくありません。ダメだよ、私は一緒に遊べないよ、ジョージ。ジョージは泥んこの水たまりが大好き。ペッパも泥んこの水たまりは大好き。でも靴を汚したくありません。マミーもダディもみんな泥んこの水たまりで飛び跳ねるのが大好きです。ペッパはどこへ行くのでしょう。ペッパが長靴を履いています。わーい、水たまりで遊ぶなら長靴を履かないとね。学校のお祭り。今日は学校のお祭りの日です。ペッパは楽しみにしていました。友達の猫のキャンディー、羊のスージー、犬のダニー、ウサギのレベッカ、ポニーのペドロです。みんなこんにちは。こんにちは、ペッパ。学校の祭り大好き。私も。何が一番好き？ねえ、フェイスペイント。僕は風船。僕は後ろのトランポリンが一番好きだな。私は全部好き。それは賢い答えだな。じゃあまたね、ペッパ。あとでね。ジョージ、お前はどれが好きかな？ダイナソーだー。あら、ジョージ、学校のお祭りにダイナソーはいないのよ。じゃあ、ダイナソーの風船を探してみよう。まあ、ダディピック、ダイナソーの風船なんてあるの？ああ、きっとあるよ。その前にジョージとフェイスペイントに行ってもいい？ああ、もちろん。ミスラビットがみんなの顔にトラを描いています。できたわよ、スージー。これでトラさんそっくり。ありがとう、ミスラビット。ねえ。うわ、スージー、そのお顔いいね。それって子猫ちゃん？違う、私はトラよ。ねえ。ペッパ、あなたもフェイスペイントしたい？お願いします。ゾウさんがいいな。困ったわね、ゾウさんは描けないの。トラなら描けるわよ。それじゃあトラさんがいい。はい、ペッパ、トラさんになったわよ。私はトラよ。ジョージ、あなたは何になりたい？ダイナソーか。ダイナソー？トラさんがいいんじゃない？トラなら上手よ。私はトラよ。僕だって。ミャオ。トラはワンワンって言わないよ。なんでわかるの？だってトラは大きな猫だもん。ミャオ。私も猫だからね。キャンディ、
虎のこともっと教えてくれない？いいよ。虎ってね、ゆっくり静かに歩くので、それからジャンプ、ゴーゴー。あとね、顔を舐めてきれいにするんだよ。それと虎ってご機嫌だと喉が鳴るの。楽しんでる？あらま、みんな虎さんなのね。私がみんなに虎のことを教えてるの。ガオ。虎さんたち、次は何するの？ダイナソー。そうだな、ダイナソーの風船を探しに行こうか。みんなに買ってあげるわね。やったどうもマダムガゼル、みんなに風船をいただけます？いらっしゃい。いろいろあるけど、どれがいい？ゾウさんの風船をお願いします。はい、どうぞペッパ。カンガルーのをください。ライオンをお願いします。お猿さんがいいです。オウムをお願いしますはいはい、どれもありますよいよいよジョージの番だな。すみません、ダイナソーの風船はありますか？どうしましょう、ごめんなさい、ダイナソーの風船はないんですよ。ああ。大丈夫だよ、いい考えがある。細長い風船を2つください。みんなよく見てて。ダディピッグは何をするのでしょうか？できた。これが何かわかるかな？もしかしてカンガルー？違うよ、これはダイナソー。その通り、ダイナソーだ。風船でダイナソーを作ったのです。ガオー、ダイナソー。次はお城のトランポリンねペッパはトランポリンで飛び跳ねるのが大好き。みんなもトランポリンが大好きですこんなに楽しいお祭りは初めて。歯の妖精。ペッパとジョージが食べているのは二人の大好物、スパゲッティです。大きな音だな。ごちそうさま。ああ、これで少し静かになるわねなんだろう。それは歯だよ。どこから出てきたのペッパ、鏡を見てごらんなさいああ私の歯だ。歯が取れちゃった。大丈夫よペッパ、それは乳歯よ。抜けることになってるの。新しいのが生えてくる？ええ、生えてくるわよ。それにね、歯が抜けると歯の妖精さんが来るの。歯の妖精？ええ、そうよ。寝るときに抜けた歯を枕の下に置いておくと、歯の妖精さんが来て。その歯を持って行くの。代わりに綺麗なコインを置いていってくれるのよ。私大きくなったら歯の妖精になる。ジョージは大きくなったら何になるんだい？ダイナソーダイナソーか行こうジョージ、寝る時間だよ。歯の妖精さんが来ちゃう。ペッパとジョージはベッドに入る前に歯磨きをします。ペッパ、何してるんだい？歯をきれいにしてるの。歯の妖精さんが取りに来るからペッパは大急ぎでベッドへ。抜けた歯を枕の下に置いて歯の妖精を待ちます。じゃあね、おやすみなさいおやすみマミ、おやすみダディ。ああ、二人ともおやすみジョージ、私まだ寝ないよ。だからジョージも寝ないで、一緒に歯の妖精さんを待とうよの妖精さん遅いね。
はあ、歯の妖精はなかなか現れてくれません。妖精さん、まだかな。何の音でしょう。歯の妖精でしょうか。ジョージ、何の音かな。ジョージったら。ジョージのいびきの音でした。疲れて眠ってしまったようです。ジョージは遅くまで起きていられないけど、私は頑張る。歯の妖精さんが来るまで寝ないんだから。絶対に寝ないの。歯の妖精がやってきました。でもペッパは夢の中。こんばんは、ペッパ。抜けた歯とコインを交換しましょうね。なんて綺麗な歯でしょう。ありがとう、ペッパ。おやすみなさい。ペッパ、ジョージ、起きて。もう朝よ。え？私寝てないよ。歯の妖精は来たかい？来ない。枕の下を見てごらん。まあ見て、ペッパ。歯の妖精さんがコインを置いていってくれたわよ。やったゆうべは寝ちゃったみたいね。ちょっとだけ寝ちゃったかもね。でも次は絶対に寝ないんだから。それで歯の妖精さんに会うんだ。風のお城今日はみんなでお出かけです。ペッパ、ジョージ、今日はみんなで風のお城に行くぞ。風のお城って何？高い丘の上にあるお城だよ。ジョージはお城が大好き。風のお城って女の子には楽しくなさそう。いや、きっと気に入るよ。お城のてっぺんからは遠くまで見渡せる。グランパたちのお家も見えるぞ。うわ、早く行こう。ダディが地図を見て、マミーが運転する。大丈夫、ダディピーク。あなたいつも道に迷うし、イライラするでしょ。迷ったりしないし、イライラしたりもしないよ。では、風のお城に出発。ねえ、まだ着かないの？まだまだだ。ゲームでもしようか。うん、やりたい。じゃあ、アイスパイゲームがいい。よし、ダディから行くね。ダディピックが何かを見てヒントを出し、みんなはそれが何かを当てます。ダディが見っけ、それは赤い色をしています。赤？私の服、これ赤だよ。違う、ペッパの服じゃないよ。うん、車だ。大当たり、赤い車だ。次は私、行くよ。ペッパが見っけ、それは青いものです。うん、ジョージの青いシャツ。違う。それは車の中にあるもの？違う、降参。降参だ。お空、青いお空だよ。私の勝ち。ダディピッグ、今どこかわかる？もちろんわかってるよ。わかってはいるけど、この道路なんだか地図と違ってるみたいで。やだ、ダディピッグ、迷ったのね。迷ってはいないよ。じゃあここからどうやって風のお城に行くの？ちょっと待ってよ。そうだわ、グランパたちに電話しましょう。グランパたちに電話なんかしなくても大丈夫。夜までかかっても絶対にたどり着く。夜になったら困るのよ。もしもし、こちらグランパピッグです。グランパピッグ、風のお城へ行こうとして迷ってるんです。ダディピッグに地図を任せたんだら。ダディピッグが地図を見てます。それで今イライラしてて。イライラなんかしてない。風のお城への行き方だがな、お城が見えてくるまで大通りをそのまま進めばいいんだよ。ありがとう、グランパピッグ。お城が見えてくるまで大通りを進むわよ。だと思ったよ。見て、あれがお城？そうだよ、あれが風のお城だ。さあ、登るわよ。
っかい車さん頑張って。やったー。ペッパたちが風のお城に着きました。うわ、とっても高いね。中へ入ろう。てっぺんからの眺めは最高だぞ。素敵な眺めね。マミー、あれがグランパたちのお家？そうよ。すごく遠いんだね。よし、望遠鏡を覗いてみよう。一番に見てもいい？いいけど、ジョージにも見せてあげるんだぞ。わあ。望遠鏡だと近くに見えます。グランマとグランパが見えるよ。見て、ジョージ。グランマ、グランパ。ジョージがグランパたちに手を振っています。ジョージったら。グランパたちは遠くにいるの。見えるわけないよ。そうだ、電話してみましょう。もしもし。グランパピーク、今風の後ろからそちらを見てるんです。手を振って。グランマとグランパが手を振ってる。風の後ろ大好き。かくれんぼ。ペッパとジョージはかくれんぼをしています。ジョージが隠れる番です。ペッパが数を数え終わる前に隠れる場所を見つけないと。1 2 3 4 5 6 7。ジョージは隠れる場所を見つけました。10。隠れたかな？行くよ。ペッパはジョージを探します。見っけ。ジョージを見つけました。ジョージ、それじゃすぐ見つかっちゃうよ。次はペッパが隠れる番。1 2 3。マミーが数えてあげるわ。1 2 3 4 5 6 7 8 9 10。いいわよ、ジョージ。目を開けて。ジョージがペッパを探します。あれ？ペッパはテーブルの下にはいません。ジョージ、2階を探してみたらどうかな？ベッドの下にはいません。今のおかしな音は何でしょう？カーテンの後ろにもいません。またおかしな音がしました。一体何の音でしょう？ジョージがペッパを見つけました。見つかっちゃった。今度はダディが隠れる番。いや、もう一回ジョージが隠れる番だろ。でもジョージはちゃんと隠れないんだもん。今度はきっとうまく隠れるよ。目を閉じて数を数えて。1 2 3。おやおや、また簡単に見つかってしまいそうです。5 6。ジョージ、こっちへおいで。7 8 9 10。隠れたかな？いくよ。あれ、ジョージがテーブルの下にいない。だってジョージはいつもここに隠れるのに。じゃあ2階を探してみたらどうだい？どこにいるか分かった。ジョージはおもちゃのカゴの中ね。あれ、
カゴの中にジョージはいません。どこにいるんでしょう。ジョージはどこにもいませんでした。ダディ、ジョージが見つからないの。それは困ったね。どこへ行っちゃったんだろう。もしかしてこの新聞にジョージのことが書いてあるかも。わあ。ジョージ見っけ。まあジョージ、いいところに隠れたわね。ジョージはダディピックの新聞の後ろに隠れていたのです。ペッパとジョージとダディとマミーが朝ごはんを食べています。外はとってもいいお天気。ペッパとジョージは早くお庭で遊びたくてたまりません。マミー、お外に遊びに行ってもいい？朝ごはんを食べ終わったら遊びに行ってもいいわよ。ジョージ、そんなに急いで飲んじゃダメだよ。急いでジュースを飲んだジョージ、突然しゃっくりが出て止まらなくなりました。マミー、遊びに行ってもいい？ジョージのしゃっくりが止まったらね。しゃっくりならもう止まってるよ。そうでしょジョージ。まあいいわ、遊びに行ってもいいけど、ジョージをよく見ててね。ペッパとジョージは庭で遊ぶのが大好き。ジョージ、私がボールを投げるからちゃんとキャッチしてね。ジョージ、しゃっくり止めてよ。ジョージ。じゃあ今度はジョージが投げて、私がキャッチするね。ジョージ。おやおや、しゃっくりのせいでボール遊びができません。ジョージ、しゃっくり止めてあげようか。私を真似してね。頭を撫でながらお腹をさするの。オッケー、これでしゃっくりが止まるわ。ペッパのやり方ではしゃっくりは止まらないようです。ジョージ、そんなやり方じゃダメだよ。私もっといい止め方知ってる。いい？最初に3回ジャンプするの。片足でね。そしたら腕をバタバタしながら思いっきりベロを出すの。今度は目を閉じて急いでぐるぐる回るの。3回ね。このやり方でもジョージのしゃっくりは止まりませんでした。わかった。しゃっくりを止めたいときはその子をびっくりさせればいいのよ。ジョージ、びっくりさせてあげるね。でも覚えておいて、これはしゃっくりを止めるための遊びだからね。わかった？これは本気じゃないんだからね。ペッパ、ジョージを怖がらせちゃダメでしょう。まだ小さいのよ。ごめんなさい。私ジョージのしゃっくりを止めたかったの。ジョージのしゃっくりが止まりました。ダディピックがジュースを持ってきてくれました。ジョージ、そんなに急いで飲むとまたしゃっくりが出るわよ。私はジョージよりお姉ちゃんだから、急いで飲んだって大丈夫だもんね。
グランマピックとグランパピックはペッパとジョージのために宝探しの準備中です。グランマピックは宝の地図を描いています。グランパピックは庭に宝物を埋めています。グランパピック、終わりました。もうすぐペッパとジョージが来ちゃいますよ。そう焦らんでも平気だよ、グランマピック。ペッパたちがやってきました。グランパピック、急いで、もう着きましたよ。おう、もう終わるよ。なんとか埋め終わったようです。グランマピック、こんにちは。ゴーモン。二人ともよく来たわね。グランパピック、ゴーモン。よう来たな、皆の衆。ペッパ、ジョージ、今日は宝探しをしましょう。庭のどこかに宝物が埋まっているんだよ。うわぁ、宝物？どこにあるの？それを自分で探すんだよ。これが宝のありかの地図よ。ジョージには海賊の帽子をあげよう。よ、いいぞ、キャプテンジョージ。この地図わかんない。ダディ、手伝って。任せなさい、地図を見るのは得意なんだ。あ、これは難しいな。ダディピッグ、それじゃダメよ。上と下が逆さま。そうだと思ったよ。なんだ、簡単。赤いバツ印のところに宝物があるのね。でもリンゴの木が2本ある場所はどこだろう。わかんない。ヒントが欲しい？欲しい欲しい。一つ目のヒントは瓶の中よ。さて、瓶はどこかしら。あそこにあるよ。一つ目のヒントを発見。瓶の中に入っています。ねえねえ、見て、瓶を見つけたよ。すごいぞ、ペッパー。どれどれ、なんだって。おお、これは海賊からのメッセージだ。マミー、海賊からのメッセージ読んで。この海賊の字、読みにくいわね。いや、なかなか味のあるいい字じゃないか。なんて書いてあるのか読めないわ。いや、はっきり読めるだろ。矢印をたどれって。矢印をたどれ。ジョージが2つ目のヒントを発見。小枝でできた矢印です。見て、あっちにもある。矢印をたどって進んでいきます。見て、ジョージ、鍵だよ。ペッパが次のヒントを見つけました。鍵です。やったわね、ペッパ。あとは宝箱を見つけ出して、その鍵で開けるだけよ。だけど、もうヒントがない。地図をもう一度よく見てごらんなさい。見て、ペッパ、リンゴの木が2本並んでるでしょ。これリンゴの木だ。これもリンゴの木。宝物はここだね。よし、掘ってみよう。おかしいな、掘っても何も出てこないぞ。ちょっと待った、この下に何かある。うわ、宝物だ。すごい、すごい、よく見つけたな。この鍵で開けるね。うわ、これはすごい、金のコインじゃないか。かなりたくさんあるぞ。いや、ところがどっこい、これは金のコインじゃないんだよ。ほらな、中身はチョコレートだ。チョコレートのコインはみんなに一つずつよ。やったペッパとジョージはチョコレートのコインが大好き。グランマ、グランパ、宝探し、とっても楽しかった。
ダディのメガネ。ダディピックはメガネをかけています。目が良くないので物がはっきり見えないのです。メガネをかけるとどんなものでもはっきりと見えます。でもメガネを外すとぼやけてしまいます。何もかもがぼんやりとしか見えません。ダディピックにとってメガネはとても大切なものです。時々ダディピッグはメガネをなくします。ペッパー、ジョージ、ダディピッグのメガネを見なかった？見つからないんですって。見てないよ。ペッパもジョージもメガネがどこにあるか知りません。困ったわね。ダディピッグはメガネがないとよく見えないからイライラしちゃってるの。メガネがないのでダディピックは新聞が読めません。いやはや参ったな。これじゃよく見えないや。誰がダディのメガネを持って行ったんだ？最後に外したのはどこだったか覚えてる？外したメガネは必ずポケットにしまうんだよ。なのに入ってないんだ。ダディ、私たちが探すの手伝うよ。それがいいわペッパ。メガネを見つけてあげればダディのイライラも収まるし。イライラなんかしてないぞ。ペッパとジョージがダディのメガネを探します。新聞の下を見てみますが、ダディピックのメガネはありません。あれ？ジョージがテレビの上を見てみますが、ダディピックのメガネはありません。なーい。きっと2階だよ、ダディたちのお部屋。マミーとダディのお部屋にやってきました。ジョージ、物を倒したりしないようにね。わっ。面白くないでしょ。枕の下を見てみますが、ダディピックのメガネはありません。あれ？ジョージはスリッパの中を覗いてみますが、やっぱりメガネはありません。バスルームへ行ってみようよ。ペッパとジョージはバスルームへ。メガネはバスタブの中にも、ない。トイレの中にもありません。あれ？見つからないね。ダディピックのメガネを見つけることはできませんでした。お部屋中探したけどどこにもメガネはなかったよ。困ったわね。どうしましょう。メガネなしで動けるようにするしかないな。ゆっくり歩けばぶつからないだろう。ここにあった、ダディのメガネ。ダディピック、あなたのお尻の下にあったのね。なんと。ダディったら。なんでこんなところに？ほんと不思議よね。ダディピッグったら人騒がせなんだから。とにかくイライラが収まってよかったわ。イライラなんかしてない。今日はいいお天気。ペッパとジョージが自転車に乗っています。
派なカボチャね、ダディピッグ。ダディピッグは鼻高々です。カボチャだけはうまく育てられる。パンプキンパイが大好きだからかな。ジョージ早く。ダニー、スージー、レベッカ。ペッパの友達、犬のダニー、羊のスージー、ウサギのレベッカも自転車に乗っています。ようやくジョージが追いつきました。ジョージは漕ぐのが遅いの。あのカボチャのところまで競争しよう。競争してもいいけど、ダディのカボチャにぶつからないように気をつけてね。カボチャが潰れたらダディが悲しむから。大丈夫だよペッパ、競争だ。ダディピックのカボチャまで競争スタートです。おい、カボチャに気をつけて。やったね。ペッパ危ない、カボチャにぶつかるわ。ごめんなさい。ねえ見て、ジョージがやってきたよ。ジョージの自転車は赤ちゃん用だもんね。ペッパの自転車だってそうだろ、まだ補助輪がついてるじゃないか。私はもう補助輪いらないの。ねえ、私もよ。僕も。丘の上へ戻ろう。ペッパも一緒に来る？うん、私はここにいる。ねえ、じゃあまたね。じゃあね。ペッパは補助輪がなければいいのにと思いました。ダディ、私も補助輪はいらないよ。なくてもちゃんと乗れるかい？乗れる。わかったよ。じゃあ早速外そう。ダディピックはペッパの自転車から補助輪を外しました。ペッパ、本当に補助輪がなくて大丈夫？平気。外して乗ったことないのに。平気だってば、きっと乗れるよ。わっ。面白くないでしょ。補助輪なしで乗るのは簡単ではありません。手伝ってあげようか。うん、お願いダディ。よし、位置について、よーい、ドーン。手を離さないでね。大丈夫、離さないよ。いいわよペッパ、その調子。押さえててね。そのまま漕いで。ペッパは補助輪なしで自転車に乗れています。ダディったら手を離したのね。さっきからずっと一人で乗ってたんだぞ。本当に？とっても上手に乗れてたわよ。そうなの？うわ、ちゃんと乗れてる。ねえ見て、すごい、補助輪なしで自転車に乗れてる。ダニー、スージー、レベッカ、見て、補助輪なしでも乗れるようになったよ。ほらね、やったね。あのカボチャまで競争よ。わーい。ペッパ、カボチャにぶつかるなよ。私の勝ちだね。ペッパは前を見ていません。おやおや、ペッパはダディピックのカボチャを割ってしまいました。カボチャを割っちゃってごめんなさいダディ。カボチャのことより、ペッパが怪我しなくてよかったよ。今度からはちゃんと前を見て乗るんだぞ。はいダディ、約束します。よし、さてと、見事に割れたことだし、これでパンプキンパイを作ろう。パンプキンパイ大好き。ダディピッグのカボチャはこんなに大きいからたくさん作れるわ。みんなで食べましょう。やったー。秘密。マミーピッグがペッパに特別な箱をくれました。ペッパ、この箱はあなたのために作ったのよ。ありがとう、マミー。これは秘密のものを入れておく秘密の箱なの。それってどんなものを入れればいいの？それはあなたが決めるのよ。あなたの秘密の箱だもの。私何を入れるか決めた。そう、でも言わないでね。うん、言わないよ。ジョージにも、ダディにも。だって秘密なんだもん。
長寺、これ秘密の箱なんだ。空っぽなの。だからこの中に入れるものを探さなくちゃ。ジョージは手伝う気満々です。ダメよジョージ、何を入れるか私が決めるの。私が選んでる間お外で待ってて。ペッパは秘密の箱に入れるものを選びます。秘密の箱がいっぱいになった。ジョージ、中を見ちゃダメだからね。ジョージは箱の中身が知りたくなりました。知りたいなら当ててみてもいいよ。ダイナソー！ペッパがダイナソーを入れたと思ったようです。もうジョージったら、なんでもダイナソーって言うんだから。でもダイナソーは大きすぎてここには入らないよ。ジョージには箱の中身がわかりません。ダディピックは絵のお掃除中。ダディ、これ私の秘密の箱よ。マミーが作ってくれたの。ああそれはよかったね。何を入れたの？秘密だよ。ジョージが当てようとしたけど当てられなかったの。当ててみてもいい？いいよ。ふん、ダディのメガネじゃないよな。違うよ。メガネはダディがかけているじゃない。ああそうか。ダディったらもっとちゃんと当てっこして。わかったよ。マミーの靴を入れたのかな？はずれ。2回間違えてから終わり。ペッパは秘密が大好き。マミー、誰も中身を当てられなかったよ。あれジョージ、それ何？ジョージにも作ってあげたの。秘密のものを入れたのよ。中身はジョージしか知らないの。そう。ペッパはジョージの箱の中身が知りたくなりました。わかった、どうせ思ったのダイナソーでしょ。違う、箱の中身はダイナソーではありません。こんなの難しすぎる。わかるわけないよ。ペッパは秘密が好きではなくなったようです。ペッパ、あなたが箱の中を見せてあげればジョージも見せてくれるんじゃない？わかった、一緒に見せ合うんならいいよ。それはいい考えだね。じゃあ1、2の3で箱の蓋を開けるんだよ。いい？いいよ。1、2、3。ジョージは太鼓、ペッパはトランペットでした。まあ素敵ね。いいね、なかなかうまいぞ。他にはもう秘密はない？ジョージの箱にはドーナツが。あれ？ペッパの箱は空っぽです。もう何にもない。大丈夫、あるわよ。さあどうぞ。ジョージもペッパもマミーもダディもドーナツが大好き。ダディには箱がないけど、このドーナツをしまうのにぴったりの場所があるんだ。どこだかわかる？ドーナツをしまうんでしょ？冷蔵庫？はずれ。もっといいところだよ。お腹の中だ。おいしいよ。私もドーナツお腹にしまおっと。マミーも。たこ揚げ。今日はとってもいいお天気。ペッパたちは公園にやってきました。たこ揚げをしに来たのです。まずはジョージが挑戦します。ジョージは一生懸命走ります。でもタコは上がりません。ジョージ、そんなんじゃダメよ。走らなきゃ。次は私の番。ペッパも一生懸命走ります。やっぱりタコは上がりません。タコは風がないと上がらないんだよ。早く走っても無理だ。そうなの？風が出てくるまで待つしかないわね。
そう。見て、風が吹いてきた。この風ならタコが上がりそうです。風が強くなってきました。どんどん強くなっていきます。ジョージ。うわー、ペッパー、ありがとう、ダディ。ダディピックがタコをあげます。わーい。もっと高く。ダディピックはタコ揚げが上手です。すごい。だろ、ダディはこういうの得意なんだよ。ほら、火があるわよ。タコが引っかかってる。大変。大丈夫さ、そんなヘマはしないよ。おやおや、タコが木に引っかかってしまいました。まいったな。大丈夫よ、ジョージ。ダディがタコを取ってくれるわ。わーい。あー、そうだね。また、ドロンコの水たまりだ。ペッパたちはドロンコの水たまりが大好き。取り込んでもいい？お願い。ダメよ、泥だらけになっちゃうでしょ。二人とも下がってて。気をつけてね、ダディピック。大丈夫、任せといて。落ちないでね。もうちょっとだよ、ダディ。ダディピック、重すぎるから枝が折れちゃう。平気だよ、ダディはそんなに重くないんだよ。ほら、やった。ダディピックがタコをつかみました。おやおや、みんな泥だらけ。ただの泥んこだよ。ダディピックに怪我はないようです。無事にタコも取り戻しました。やったマミー、もうドロンコの水たまりに飛び込んでいい？そうね、いいわよ。もう泥だらけだものね。お洗濯はダディがやってくれるでしょうし。ペッパとジョージはドロンコの水たまりが大好き。マミーとダディもドロンコの水たまりが大好き。みんな水たまりで飛び跳ねるのが大好きです。ドロンコの水たまりで遊ぶのはタコ揚げと同じくらい楽しいものです。